と初めてのドリームで勝った今のお気持ちをお願いします。まあ純粋に嬉しいなっていう感じですかね。もう思いのほかやっぱ10分長かった、久々10分長かったなっていう感じと、まあもうちょっと形ある勝ち方したかったなっていう気ですかね。まあ、入場とか会場の雰囲気とかそういったものはどうでした？いやまあ本当すげえな、ドリームは演出やっぱすごいなって、かっこいいなって思いましたね。久々自分がなんか自分がっていうかそのね自分が映ってるのを見て、そのまあちょっと、まあちょっとプライドに返ってきたような気がしました。しました。相手のアモーズ選手についてどんな感想あります？まあいい選手かなと思ったけど、テクナー取ってもっと正直パウンドじゃ決まんねえなと思いながら殴ってたんですけど、まあちょっと立ってやればいいのかなって思いながらも、ちょっと安牌取っちゃったっていうのは自分自身でやっぱちょっとあるですね。スタンドでも結構押してるようには見えたんですけど、パンチとか正確に当たったのは中村選手の方でしたよね。スタンドのパンチは一切もらってなくて、ただ下からパカパカ殴られてて、最初痛くなくて受けてたらなんか徐々に痛くなってきて、でまあスタンドは全然なんか怖くなかったですね。ありがとうございます。自分がかっこいいなって思ったんじゃないんですよ映像見てて、ああやるな演出はってこう。ありがとうございました。